沖縄工業高等専門学校は沖縄県名護市屋座辺野古にある高等専門学校である。2004年に設立された沖縄県発の高専である。略称は沖縄高専。沖縄県内では単に高専と略す場合が多い。2015年4月に英称が沖縄ナショナルカレッジオブテクノロジーから ナショナルインスティチュートオブテクノロジー沖縄カレッジへ変更された。沖縄工業高等専門学校創造実践旨、裏口前標識各学科1クラスで構成されており、各学科の専門課程お及び全学科共通の一般課程を受講する。卒業生には、準学士の称号が与えられる。以下の括弧内は略称。他公選のような M、M か、 いいかなどの呼び方は存在しない。学生や教員の会話の中では、機械システム工学科は、機械、情報通信システム工学科は、情報、メディア情報工学科は、メディア、生物資源工学科は、生物、または、生物資源と呼称される。専攻科は、創造システム工学専攻の名称で、平成21年度に設置された。 創造システム工学専攻内には、本家に設置されている各学科の分野に対応できるように、以下の4つのコースを設けている。高地は3方を山に囲まれ、南は国道329号線に接している。国道を挟んだ南向かいに学生寮があり、道路上をまたぐブリッジで校舎と寮は直接つながれている。校舎裏の山中には、 在日米軍の演習場があり、昼夜問わず、小銃や大砲の音が聞こえる。授業に、ほぼ支障はないが、過去に排弾処理が行われたことがあり、その時は、爆発音と共に、教室の扉や窓ガラスなどが大きく揺れ、爆発音と振動音が収まるまで授業が中断されることがあった。また、ヘリコプターの低空飛行により授業が中断される。 こともある高知から数分歩くと、辺野古区の住宅街があり、区の催し物に学生が参加することも多く、周辺住民との交流も盛んである。また、沖縄高専が設立されたことによって、周辺地域に学生向けのアパートが多く設置されている。 また15分ほど歩くと、コンビニエンスストアチェーンのファミリーマートやローソンがあり、学生や教職員が利用する姿が見られる。ただしコンビニエンスストアや個人商店の他に、商業施設はなく、近隣で、書店や、大型スーパーのある、名護市街地へはバスで、約30分、徒歩で、約3時間かかる。なお、辺野古住宅街を抜けた先に、海がある。 2018年4月に、米軍普天間飛行場が、名護市辺野古移設に伴う、新たな基地ができた場合に、沖縄高専の校舎の高さが、米軍が安全のために、定める高さ制限を超えていることが発覚した。これにより沖縄防衛局は、米軍と調整を行い、航行の安全を害さないとして、沖縄高専を例外とする方針を示した。想像実践胸、ね。 沖縄工業高等専門学校図書館、一般食レストラン良性専用レストラン教育、実験旨の外観沖縄工業高等専門学校務、工場に機械システム工学科が、主に利用する、夢工場と呼ばれる工場が体育館横にある。工場内には、様々な機械がある。工場部分と講義室がある。 学生寮沖縄工業高等専門学校ブリッジ8階建て、うち居室があるのは3から8階のみ。収容人数は140人と男子に比べて大幅に少ない。選択室、補食室は各階にしかない。9階建てで収容人数418人。A 棟と違い、各階に選択室、補食室がある。5階建てで1階に、 事務室とロビー、2階に男子浴室、4階に女子浴室、5階に多目的室と相談室がある。1階と5階に各棟との出入り口がある。外部には1階の玄関部分と5階のブリッジとの出入り口から繋がっている。沖縄工業高等専門学校売店以下のような 行事が実施、または予定されている。2019年6月、50代の男性教員が、自身の研究室に所属する学生に対し、セクシャルハラスメントを行ったとして、停職7日の処分を受けた。学生の保護者に対する説明会が、約10分間開催されている。沖縄バス、沖縄高専入り口より徒歩。ありがとうございます。